みなさんこんにちは。木戸大成です。山下幸喜です。西垣翔です。須田雄大です。僕たちが出演するドラマ高額当選しちゃいましたが放送されます。はい、はい、ありがとうございます。いや、そうですね、見どころも、もうスピード感がすごいので、とにかく、スピード感がある中で、もう喜怒哀楽、起承転結、全て詰まってますから。いや、本当にね、確かに自分たちが当たったらっていう想像もできる。ああ、いいね、いい楽しみです。誰が犯人かを予想しながらね。いいですね。はい、楽しみです。お願いします。せーの、ぜひご覧ください。どうですか、皆さん。これあるよ。お、早い。最近バスオイルしちゃいました。何バスオイル。なんか家にたまたまあって、その入浴剤みたいなを今年初めて使いました。はい、わかる。僕は、はい、もう昨日ですけど。昨日。最近ムチ打ちしちゃいました。ハードだな。ハードだね。首が回らないですね、あんまりね。大丈夫今日。大丈夫だよ。僕、最近、ギター買おうとしています。しちゃいました。ギターをちょっと練習しようかなと思って。いいね。はい。そうですね。はい。ありますか？最近、家の近所で、よく昔ながらのドラマとかに出てくる中華屋さんを見つけちゃいました。おー、いいね。おー、町中華ね。もうそれめちゃくちゃいいな。入ってもいらっしゃいませもなかったんだけど。いいね。ハードだね、はい、ハードだけど、でもその感じがなんかいいな。確かに。なるほど。頭下げなきゃいけない、やっぱり。そう、頼んだけど。お願いします。ちょっといいっすかって逆に厨房に行くタイプ。なるほどね。家宝みたいなことで言うと、黒柳徹子さんにいただいたオリジナルパーカーがあって、それはもう、すごい着てます。着れないの。ああ、もう飾ってるんだ。もうだからもうなんか値段とかじゃないけど、もうそんな付けられないぐらいが高価な。はあ、いい答えだね。いい答えだ。僕は普通にベッド。ベッド。うん、ベッドが一番。確かに。すごい睡眠の質をこだわっているのと。はあ。僕ゲーム機ですかね。高額なゲーム機って。去年の2023年の年末に、ご褒美的な感じで買いに行ったのよ。何それはなんで高いの？今のやつ結構高いよ。なかなかするんだよ。しないんでしょ、ゲームは。まあ、新型のやつと、あとまあコントローラーと、でソフトとってしたら結構。一気に買うとなったね。じゃあ、僕は、ハワイで買った、パーカー。うおー、何それ。洋服です。洋服が一番高いですね、僕は。でも、去年、まあ、自分のご褒美として、お仕事頑張った、ご褒美で買いました。パーカーです。いいね。はい、で買うってのもまたいいよ。